皆さんこんばんは。サッカー中継の時間がやってきました。気持ちのいい夜空の下で行われるこのゲーム、白熱した展開が予想されます。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、北海道コンサドーレ札幌が鹿島アントラーズを迎え撃ちます。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。さあ試合が始まります。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ボールを奪われます。なかなかのプレスです。ボールを取り返しました。決まった。ピッチ上の場所を問わずプレスをかけ、ボールを奪い返してのゴール。体力的にも厳しい中でのプレーでしたが見事です。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。そして強烈なミドルを決めてきました。いや改めて見ても本当にすごいシュートです。できればリードを許したくなかったでしょう。監督も苦い表情です。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。レオシルバ、この位置でカットした。さあ味方も連動して動いてくる。このミスは痛い。相手にパスを出しました。レオシルバ、岡崎にチャンス。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。この角度からも見ましょう。シャナティップ、
相手ボールになります。視野が広い土井翔真、3点目のゴールは決まりません。今日の調子なら入りそうでしたが、さすがに全部決まるものでもないですからね。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。インターセプトでチームを救いました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ドリブルで崩します。さてどうする。素早く攻めに転じてのゴールです。素晴らしいプレーでした。自陣にうまく引き込んで見事なカウンターでしたね。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ボールは相手に渡りました。ここでボールを失います。いいところへ出した。このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかったですね。うまく捉えきれませんでした。決まっていれば勝利にぐっと近づいたシーンなだけに、監督も悔しそうですね。いいパスです。視野が広いですね。ボールがラインを割りました。ゴールキックになります。今のゴールをもう一度ご覧ください。岡崎慎司、うまく読んでいましたね。カウンターアタックのチャンスです。サイドにはスペースが。深くえぐってからのクロス、弾きましたが、ここはプレーを切りたい。土井翔真、チャンスきた。このパスはカットされます。何をしてくるのか。綺麗なタックルです。ルーカス・フェルナンデス、ボールを前に運んでいく。これはいい。あと PK だ。これを決めれば同点です。PK、 そして退場です。これはもう仕方ありませんよ。選手交代があるようです。冷静に PK を沈めました。この PK は何事もなく決めましたね。安定しています。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。これは痛い同点ゴールです。監督の表情からも伺えますね。
ボールの激しい奪い合いです。いいボールが出ました。この攻撃は実を結びません。これは見事なパスカットです。これはゴールキーパーが問題なく対処します。スペースに見事なスルーパス。オフサイドラインを越えてしまっていました。スコアは2対2。ここでハーフタイムを迎えます。スコアは同点のまま後半の開始です。均衡を破るのはどちらのチームでしょうか。岡崎慎司。いいカットです。ボールを奪いました。前が空いている。鹿島アントラーズのうまいパス回し。チャンスを伺います。ゴールキックから再開です。この選手ですが前半はものすごい活躍でしたね。2点を挙げ素晴らしい活躍ですね。後半はハットトリックも狙っているでしょう。勝つためにもぜひ達成してほしいですね。スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。ラッツィオが新しい選手を獲得すると噂になっていましたが、やっと確定したようですね。はい、この補強は大きいですよ。今後が楽しみです。危険な位置です。緊張感が増してきます。ファールで止めました。カードは避けられるでしょうか。レフェリーがイエローカードを提示。いやー、一点もののチャンスでしたからファールで止めるしかありませんでしたね。リードを奪うチャンス。キーパーに収まりました。土井翔馬、岡崎慎司。視野が広い。ゴール前に入ってきた。ここはミスになりました。最後の1対1の場面で焦りが出たようですね。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ディフェンスが冷静に対応。ディフェンダーがここで食い止める。土井翔馬、おっと裏へ出した。キーパー止めましたがまだインプレー。ここはカウンターアタックを狙うか。さっきのスーパーセーブに阻まれなければ1点リードだったんですよね。まあここまでのプレーを見ている限り次にチャンスがあれば決めてくれるでしょう。岡崎にチャンス。少し飛び出しが早すぎました。いいところを見ていました。ここはディフェンダーが読んでいました。ここから狙うのか。ボールをキープして自ら勝負します。このボールは止めただけ。クリアできるか。ディフェンスが体に当てています。
さっきのチャンスはセーブした相手キーパーを褒めた方がいいでしょうね。しかし積極的に攻めていますから、勝ち越し点を上げるのも時間の問題かもしれません。パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。決まった、ゴール。退場者を出しながらもここで相手をリードしました。チームが逆境を跳ねのけて勝ち越し点を奪いました。レッドカードの影響を微塵も感じさせませんね。気迫で戦っています。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。このパスはカットされました。素晴らしいボールです。意図的なファールに見えました。イエローカードでしょうか。警告、イエローカードです。今のは仕方がありませんね。監督の表情も険しいでしょう。できればカードをもらわずにプレーしてほしいでしょうね。壁になる選手にキーパーからフリーキックが直接決まりました。綺麗な弾道でしたね。壁越しに決めてきましたね。ゴールの内側に向けて緩やかに曲がっていってます。この軌道はキーパーも反応できないでしょう。ボールは相手に渡りました。インターセプトされました。これは絶好のチャンス。安定したボールさばきです。ここでシュート、見事なコントロール。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。さらに点差を広げられました。監督も心中穏やかではいられないでしょう。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。実力拮抗のカードと思われていましたが、ここまではワンサイドゲームになっていますね。ほんの少しのところで違いが出てしまっている感じですね。思い切って打てるか。ここは枠を捉えきれません。見事なスルーパス。チャンスにはつながらなかったようです。ひとまず前に出しました。走り込んだ味方に合わせました。ボールを前に運ぶホイッスルです。
このリーグ戦は鹿島アントラーズが勝利を収めました。チームは相手を終始圧倒していましたね。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも表れています。選手たちにとっても自分たちのやってきたことが正しかったと再確認する結果になったんじゃないでしょうか。この調子なら次節も好成績を望めそうです。